今回は暁の格図が闇落ちした理由はこれについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。火影暗殺失敗、任務失敗の汚名と重罰、憎王抱いて脱獄、里の金術奪って上役の心臓を奪う。こいつを暗殺してこい。ちなみにこいつらは標的の護衛第一を伝えておく。かわいそう。はい、任務失敗しました。帰ってもいいですか？死刑宣告定期。生きて帰れただけすごい。いや、失敗したのが悪いよね。忍びなめんなや。火の石屋で。黎明期ならマダラもサルトビサスケもおるな。サスケ？サルトビヒルゼンの親じゃなかった？ウチハサスケの名前の由来はサルトビ一族のサスケから取ってるんやぞ。三代目の親父だったかな。ナルト詳しくてかっけえ。ひじきなしでよく生きてたな。ストックなしで柱間相手に逃げられるとか逸材やん。任務行く前から柱間とか絶対無理みたいな感じで拒否ってた感じなのかな。無茶ぶりすぎて笑った。柱間の慈悲で生かされてそう。どうして護衛より護衛対象の方が強いんです？立場上護衛をつけんわけにはいかないから。柱間に殺されかけて必死に逃げ帰った過去を誇らしく語ってたのか。こいつあの柱間と戦って生きて帰れたんだぞみたいな。シャアみたいやね。相手が相手やし。かっけえ。ここでキュービの株価暴落したよな。柱間株の暴騰であってキュービ株の暴落ではないな。松ぼっくりやん。まだらうそう。お体に触りますわよ。柱間って節だろ。それでこの希望格図で倒せって無茶なさと。柱間って全身柱間細胞の人間なのに一体どうやって死んだんやろうな。結局どうやって柱間が死んだか不明やったな。割とすぐに死んでたから寿命じゃないっぽいけど。綱で生まれてる頃でも容姿変わってないし、なんなんやろな。人質取って自丸くらいしか思いつかん。柱間の死因って病気じゃね。オロチマルが柱間細胞に効く毒持ってたやん。初代から逃げ帰っただけ有能という風潮。どうやって逃げ帰ったんや。木飛んで倒されたらしいからでかい術が使えなかったとか、ちょっと攻撃して逃げたとかではないはず。任務に挑みし格図はしかし、どうせ柱間に見逃してもらったんやろ。実際問題、ストックなしで柱間相手に逃げれた時点でかなり有能。惜しい人を亡くしました。柱間に挑むとか遠回りの自丸やな。最短距離やろ。いじめかな。無茶ぶりすぎて笑った。断っても罪引き受けても罪、これ暴虐にはめられたでしょ。任務行くふりしてそのまま里抜けするわ。こんなん処刑じゃん。こんな任務与えられて失敗したら粛清されかけたからクソ野郎になったわけじゃなく、クソ野郎だからこんな任務与えて低欲処分しようとしただけなんだよ。任務失敗で罰か。仲間助けて任務失敗して仲間にも叩かれた。この葉より民度高いやん。俺は初代火影と戦ったことがあるんだぞ。一体何歳なの？ナルトたちは年齢に驚いてたけど、この人からすると反応してほしいポイントはそこじゃないよね。初代に負けてるのにさも互角のように語るなよ。当時のこと知ってるやついないから言いたい放題言えるし。柱間はまるしに来たことも許しそう。でも扉間はなんか仕掛けた上で里に返しそう。柱間相手にあんまる失敗して返り討ちにされてよく生きて逃げ帰れたな。大抵はその場で本人に丸されるか卑劣に情報抜かれた上で人間爆弾にされてそう。扉間の元から帰ってきた奴がどうなってるかははっきりしてるからな。火の石やね。どこにも火の石はくすぶってるんやね。てか卑劣が現役の頃にこの葉から帰ってきてよく入れてもらえたな。最悪里の用心おるところで爆散やぞ。柱間って無益な丸せいしないし、ナメプでボコられて普通にスルーされただけよな。柱間なら土下座すれば許してくれそうだけど、ただ見逃されただけ定期。まだ輪廻眼がなかったとはいえ、忍び連合を手玉に取ったあのうちはマダラに勝ったとかやばいやろ。マダラは意外と優しい。柱間意外やとやる気にならんのやろ。格が違いすぎるし。これ大野木とムー様？さすがにこの二人が仮ならいい勝負したやろ。マダラの実力舐めすぎ。格図に悲しき過去。被弾とかも悲しい過去ありそう。デイダラとかは悲しい過去なかったような。暁とかいう輪廻眼移植の長戸とイタチとオビト以外血系限界ではない。実はすごい集団。なんか格図だけやられ方雑いよな。新技覚えたナルト程度にやられるやつでもなかったやろ。上役初代やってこい格図。
隠す失敗したけどギリギリ逃げ延びたぞ。上役派丸ね隠す滝がくれろくなやついないな。これもともと嫌われててクソ任務生かされて挙句生きて帰ってきたからパワハラされたやつやん。そりゃ格図も切れて金術盗んで里抜けるわ。一回はちゃんと試みただけでもすげえよ。あれだよね、相手がヤバすぎて一目見て察して逃げた。賢い。少し戦って逃げた。強いになるのすごいよね。さらに逃げ切れたことで評価が上がる。滝がくれも柱も暗殺よりも同盟結ぶ方向に行けばよかったのに。扉も、柱も、まだら、その他もろもろの精鋭がいる里を狙うと代わりに合わなさすぎる。失敗するたびに丸すってそれじゃ有能な人材が育たないんじゃないか。生きて帰れるだけすごいんだからむしろ里で取り立ててやれよ。多分嫌われてたんやろな。無理な暗殺任務やらせて消したろって感じやろ。柱も相手に短期で暗殺任務出して失敗したら処刑とか初めから処分する気満々やな。任務失敗して生きて帰ったやつは江戸天の可能性あるからしゃあない。逃げ帰ってこれただけすごい。下手すや死んで爆弾になっとったぞ。扉間に捕まったら人体実験されるかゾンビ爆弾にされてたな。卑劣が悪い。マジで卑劣様相手なら殺されて江戸天爆弾にして規制されてた。卑劣様がいるこの派と戦っただけで江戸天爆弾か飛来神マーキングの可能性あるから仕方ない。江戸天爆弾知ってれば戻ってきた忍びなんてどの道処刑待ったなしだから仕方ない。この派から帰ってきた奴が全員江戸天生だったら効果が薄くなるし、たまに生かしたまま逃がしてる説。まあ何もせずに返しても飛来神のマーキングされてるかもって疑心暗鬼にさせる効果あるからな。柱間を相手にするとかいう無理ゲーなんか失敗して当然なのに、責任全部押し付けられるって火の意志は昔から健在だな。卑劣と卑怯は違うぞ。卑劣様は臆病ではないので卑怯ではないのだ。この滝がくれ上層部からもこの葉上層部扉間からも都合よく使われて送還。てかこいつ金閣銀閣のこともかなりの分け知り顔で語ってたし昔はマジでモサだったんだろうな。心臓と能力を奪う能力だし忍びのアベレージが高かった昔の方が猛威古いそうだし。格図はポテンシャルだけなら5影クラスなんだよな。その気になれば5大性質変化使いこなせるし。特別な能力なしで初代に挑んで生還したって結構すごいと思う。もしなんかの間違いで柱間がやられてたら、卑劣様とマダラが手を組んで向かってくるからどっちにしろ絶望しかないわ。カカシよりは強いからな、カクズは。初代、二代目のスペックが判明するたびに株の上がる男。判明というか、この設定のできた当時どこまで構想が固まってたんだろう。護衛がわざと生かして返したようにしか思えない。扉間がかなり広範囲の感知ができて飛来神も使えることが判明したからマジでどうやって逃げ切ったのかわからん。ダメだ。何をつけられてるかわからんし貴様が生きている貴様ともわからん。扉間アニシャ、ここは逃しても良いだろう。わしの評判が滝がくれにも浸透しているならば確実に内流となるはず。昔の忍びって全体的にスペック高めだし格図もそれなりに強かったんじゃね。滝の上層部的には格図の処分にカコつけてついでに火影も倒せたらラッキーって感じだったんかね。任務自体の正当性はさておきこの対応自体は卑劣様を見た読者たちからまあそうなるわなくらいの扱いを受けてるの笑う。卑劣様の弊害というか、一部読者の上層部感が無能で理不尽な上層部から有能で無慈悲な上層部へと、変なマイナーチェンジした感はある。それに伴って格図のキャラも前より悲壮感が少しだけ増されて変化しつつある。有能で無慈悲な上層部は部下に柱間の暗殺を命じたりしないんじゃないかな。事後処理だけはうまいバカじゃない。とにかく無茶で無知で無謀な要求をしつつ失敗したら切り捨てる昭和のパワハラ上司みたいだったのが、無茶で無謀な要求をしつつ失敗したら合理的な理由から切り捨てる。インテリ型パワハラ上司に変わったというか有能は言い過ぎにしても大体そんな感じ。柱間なら見逃してくれたんじゃない？という予想もあるけど、いくら柱間でも放っておいたら里の人間に危害加えそうな奴見逃すほど甘くねえよって思っちゃう。誤解？されがちだけど柱間も戦争ど真ん中世代なのでそんな甘い男ではないんだよね。不殺神とかのポリシーとかじゃないしマダラへの対応は親友だったのと、
内派との和平を里づくりの基盤にしたかったという情と計算両方あってのことだからな。おじいちゃんの嘘じゃなきゃ少なくとも柱間とは戦ったわけで、そうなるとなんで生き残ってるのか不思議すぎる。扉間とマダラがいない周りに一般人がいて柱間が戦いにくいって感じの状況だったのかな。それかジオング盗む前の格図本来の術が逃げに適した術だったんだろうか。金術手に入れる前の方が強かった疑惑のあるおじさん。忍者として再起不能になったから金術に手を出したのかも。心臓入れ替えるあるし単純な節だからね。オロチマルやサソリのそれと違ってそれ以外のパーツの劣化とかは普通に起きそうだし。よく考えたら柱間滝隠れ上層部の連戦だもんな。そりゃ死にかけてもおかしくない。何がかわいそうって扉前の派遣が事実上の死刑宣告な任務なこと。成功しても失敗しても里にはもう戻れない。全身柱間細胞とマダラと卑劣様は無理定期。皆さんは、暁の格図が闇落ちした理由はこれをについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。